真のストラダムスと呼ばれるイギリスの預言者、クレイグ・ハミルトン・パーカー。彼の過去の預言には、2012年にアメリカで起きた穀物大凶作、2013年の中国での暴動、2016年のドナルド・トランプの大統領就任、イギリスの EU 離脱など様々な預言を的中させていて、その的中率は 70% だと言います。そんな現在の世界最強の預言者でもあるハミルトン・パーカーは、2023年についてもいくつか予言しています。その中の一つが核兵器の使用。どうも皆さん、チャオモカです。前回の動画ではハミルトン・パーカーさんが予言する第三次世界大戦について話をしたんですけど、その前の動画ではハミルトン・パーカーさんの2023年に関する予言ということで、その動画の中では5つの予言について簡単にまとめていたんですけど、今回はその予言の中から核兵器の使用について詳しく掘り下げてお話をしていきたいなと思うんですけど、ハミルトン・パーカーさんは12月に大厄災が起こるような予感がすると言います。それは雲のように見えるとも言っていて、ロシアが凄まじい核兵器を使用するのではないかとも予言しています。2021年6月の米ロ首脳会談では、核戦争に勝者はなく決して戦ってはならないと確認しており、核をめぐる模範が失われたわけではなく、結果的に米ロ間での核抑止力は現在も働いている状況ではあるようです。しかしプーチン大統領は核兵器の使用を今もちらつかせ、ウクライナや欧米を脅す戦術を続けています。ではここで一旦ロシアが使用する可能性のある核兵器について簡単に見ていきましょう。核魚雷ポセイドン。世界を終わらせるほどの脅威になりうると言われている原子力核魚雷ポセイドン。終末兵器とも呼ばれる最新型の核兵器で、水中を進み海中で爆発すると放射性物質を含む高さ500メートルもの津波を発生させ、沿岸部の都市に襲いかかります。東日本大震災での津波は国内観測史上最大となる 40.5 メートルが観測されました。日本での史上最大が 40.5 メートルなので、500メートルとなると津波による影響だけでも東日本大震災よりも10倍以上になりそうですよね。それに加えてただの津波ではなく放射性物質を含んだ津波になってくるので、それによる被害はもはや想像の範疇を超えています。もしニューヨークが標的になった場合、押し寄せた津波は首都であるワシントン DC やさらにその先まで到達し、標的となった海岸の大部分は数十年間居住不能になると言われています。しかもアメリカは現段階ではこのポセイドンに匹敵する兵器を持っていないんです。大陸間弾道弾 RS-28、 最新型 ICBM RS-28 は別名サルマトとも呼ばれ、合計で200トンの核爆弾の搭載が可能で、地球上の全てを標的にすることができ、核弾頭の雨を降らせミサイル防衛システム MD を無効化することもできると言われています。このサルマトは今年2023年2月20日にアメリカのバイデン大統領がウクライナを訪問している時期に合わせて発射実験を予定していましたが、発射は失敗もしくは行われませんでした。これ怖いのは、発射実験をするということはその後に本番を控えているということなんですよね。でしかもこれは地球上のどこでも標的にすることができるので、ウクライナだけではなく世界の各地に撃つことができてしまうんですよ。そうするとロシアがもしこの先世界の支配なんてものを考えているのであれば、その時に敵となる国を標的に発射する可能性、その時のための発射実験を行うつもりだったと考えることもできてしまうわけです。汚い爆弾。もう一つの核攻撃の方法として挙げられるのがこの汚い爆弾。汚い爆弾は原子力発電所の使用済み燃料など放射性物質をダイナマイトの爆発で撒き散らす爆弾で、ロシアにとっては核攻撃の中でこの汚い爆弾が現実的な手段だとされています。核兵器の使用と比べて原子力発電所を利用した汚い爆弾は欧米からの反撃の理由になりにくいからだと言われています。この3つ目に話した汚い爆弾が
が他国からの反撃の可能性が低いとは言っても、先ほども触れた通りアメリカとロシアの間ではまだ核の抑止力が働いているはずなんですよね。それなのになぜプーチン大統領は核兵器を使用することをちらつかせているのか、なぜこの核兵器の使用の可能性が示唆されているのか、それは2022年10月に発生したクリミア大橋の爆発が一つの原因として挙げられます。クリミア大橋はロシア本島とクリミア半島をつなぐ橋で、プーチン政権の中でも最大の偉業であり、プーチン大統領はこの爆発をウクライナによるテロだと断定し、ウクライナによるロシア国内への脅威が続けば対応は厳しいものになると発言しています。これによりプーチン大統領の核兵器使用の可能性が高まったと言われているんです。先ほど触れた2つの核兵器と汚い爆弾という核攻撃以外にも、生物兵器の使用なども懸念されていて、すでに神経剤であるノビチョクは使用された可能性が報道されていたりもしますし、この神経剤であるノビチョクはソ連が極秘に開発した生物兵器でもあるんですよね。そう考えると、先ほど話した核兵器以外にも極秘で核兵器を開発している可能性もあるんですよね。もしこのような核兵器が使用されてしまった場合、世界はどうなってしまうのか、核兵器が使用される前に止めることはできないのかっていうので、もしかするとその時救世主となるのは日本なのかもしれません。2021年の米ロ首脳会談での話にもあった通り、核戦争に勝者はなく決して戦ってはならないし、唯一の戦争被爆国である日本がそれに加担することはもってのほかであり、以前紹介したアインシュタインの予言の中にもありましたが、被爆国である日本が世界の救世主となることもできるのかもしれません。辰木亮さんは、私が見た未来で大災難が起こることで世界は大きく変わり、未来は光り輝いていると言っています。地球全体で全ての人々の状態が明るく輝き、生き生きと暮らしている。みんなで支え合うことで未来を切り開くことができ、それは日本にある結衣という言葉が表すものだとも言っています。そのためには心が変わることが必要であり、心が変わることこそが本当の奇跡だと言います。この本当の奇跡を信じて、12月に起こるかもしれない大厄災や、その後に起こるかもしれない大災難を乗り越え、明るい未来がやってくると信じたいですよね。ぜひ皆さんの感想をコメント欄の方で教えていただければなと思います。あと、この動画が良かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。